オッケー。はい、皆さんこんばんは、梅雨キャンプです。前半の動画ね、前半の動画見てくれたら分かると思うんですけど、今回は、山口県周南市の高瀬さんスポーツランドに来ております。で、時刻はね、多分 C ぐらいなんかな、うん、で、前半の動画は到着から夜ご飯までっていうのを上げさせていただいたんですけど、まあ後半ね、今からちょっと大宴会を、久しぶりなんでね、リオキャンプはね、今日は相方さん、相方さんもいますんで、ちょっとね、今日は大宴会をやっていきたいと思います。はい、鍋に入れてきたと思うよ、これ。じゃあね、早速ですけど、もうご飯できたんで、オープンで行きましょう。オープンで。結局こっちがやる。はい、今日のメニューを言ってください。え、豚肉とキノコを巻いた鍋、名前がわからん、名前がわからんけどできました。そのもう火止めよう。じゃあこれをね、ちょっと今から食べていきたいと思います。いや、猫舌のくせにさ、この熱いのをさ、一口で食べたのが今びっくりした。うちでも食べねえやったのにさ、くそ熱い、くそ熱かった。できんの、その鍋。いや、まずさ、ここに切り抜き入れたんやろ。じゃ逆に切り抜き入れんと、こうやって、で、ここでまず、わかる？ここでこれを出すやろ。で、こっち切り抜き入れたの。入れたよ。俺入れてないからわからんけどさ、ここでまず切り抜きを出すやろ。で、ここでもみじができる。急に始まる朝日スーパードライで行きましょうか。何本目？9本目？9本目？そんな行くわけないよ、バカ野郎が。バカ野郎、このお前。9。まあ、寝るも、6本目ぐらいかな。そう？まだ全然お供に飲んでないからね。まだチェイサーを続けて、まあ今からやね、夜は。チェイサーの朝日スーパードライ。で、やっていこうかな。本当でも高さいいね。コスパがすごいっすね。じゃあ、皆さん、ちょっと待って。日本全国、通風の皆さん、今日もプリン体を入れていきましょう。じゃあ、明日のことはね、気にせず、みんなで明日、どっかしら痛い、痛風メンバー。俺膝ないよ。あ、そうなん。俺は膝。指先の人もいると思いますので、僕ね、右膝なんですよ。もうね、右膝が動きません。それでもいっか、キャンプだしね。じゃあ、チェイサーのスーパードライいただきます。乾杯。近づけただけやないか。じゃあ、しゃべりや。ん？ちょっと待って、先を抜いてたわ。先を抜いてた。じゃあ、不妙です。ドライも終わったところで、ちょっと1本出して本日の
何本目の何本目か分からん、でん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 ってな、ちょっと待って見えん、ちょっと読めんな、じゃあでんでんかこれ、でんでんよ、でんでんです、書いてある、でんでん、いただきます、はい、じゃあね、ご飯も今いい感じに来たんで、なんて読む、雷電、ちょっと読めんのやけど、産地は三重、どこ、長野、長野県、長野県のビールで、おそらく雷電、いただきます、音は全然雷電じゃない、うん、甘い、卵入れる？うん、なんでこれ照明がつくの？僕からさっきからもう酔っ払って眠たそう、眠たくないよ、今から起きちゃけれる、まだ寝る、眠たそうやもん、いやでも焚き火が消えるまではさ、うん、寝れんやん、うん、そんな無責任なことはできない、うん、頑張って、はい、ライデンを飲みながら、今日最後のね締めに行きたいと思うんですけど、おじや、うん、うん、おじや、さっきね食べたものをスープが残ったんで、それにご飯を入れて、ネギ、この近くにね鶏玉の里っていう卵屋さんがあるんで、明日そこで卵かけご、か、卵かけご飯、うん、卵かけご飯をねちょっといっぱい食べて帰ろうかなと思うんですけど、その卵をね今日買ってきたんで、締めにうまそう、ちょっとこれとね、おそらく最後雷電、これをちょっと飲んで寝ようかなと思います。じゃあ食べていきましょう、おはようございます、おめようです、今からコーヒーを飲んで片付けて卵かけご飯を食べに行くのにパンを食べる女がおります、いいんでしょうか、
じゃあ朝のコーヒーいただきます。乾杯。いい。熱さ。で、今日の朝ごはんは安定のホットケーキサンド。今から卵かけご飯を食べに行くのに、いただきます。うん。今日もこういう形で撤収完了です。ちょっとね、クマ出没注意。よし、今回もいいキャンプでした。じゃあね、ちょっと卵かけご飯を食べに行く前に、向こうね滝があるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。